身の代とは、中世から近世に本にかけて用いられた用語、時代によって異なる内容で用いられた。平安時代後期以降においては、書体とも呼ばれた、宣兵などの財物、書料、書式などの個人が所有する財産を意味する用法と、借船や仮米などの債務や年貢や、くじの未信に際して、質として捉えられた人を指す用法がある。最も二つの用法は、 全く無関係ではなく、債務、未審が発生すると、まず前者の身代の代価が当てられ、それでも不足した場合には、債務者、未審者本人あるいはその身内が有する、労働力、すなわち、後者の身の代を持って当てられていた。一定期間の召し加護の刑罰を課されたりや、債務や未審の分だけ、一定期間債権者や領主に支役されたりすると、 通常は解放されたが、そのまま人身売買の対象として売却され、生涯下人身分に落とされる場合もあった。中世においては、基金や戦乱などの社会的な混乱や、それに伴う生活苦による、債務、未信の増大、労働力の不足による人身売買の活発化などによって、身のしとされた人の売却、下人化が進行した。そのため、 人身売買によって生じた売買代金のことも身の代と称するようになった。江戸時代に入ると前者の用法に由来する本人の労働力を含めた個人財産を指す身の代を信頼、渡航者の用法に由来する下人などの債務奴隷や人質を意味する身の代と読むようになった。ありがとうございます。